おはようございます。12月15日の現在7時、また近所の川に来ました。ただいま気温が見えるかな、マイナス2度ぐらいですね。めちゃくちゃ寒いです。ちょうどあそこ湯気が出てるのが見えると思いますが、なんか排水が向こうから来てるみたいで、ちょっとあったかいみたいなんで、ちょっとあそこを狙ってみました。まあ、またもうずっと坊主続いてますが、なんとか一本出そうと思います。また今日のタックル紹介しようかと思います。まあ、いつもの絶海と、今日はアブ 7000C と赤いアブ7000です。このアブ7000はちょっと改造してあって、普通はあのスプール受けの軸のとこブロンズブッシングが入ってるんですが、ベアリングに変えてあります。だからもう中身は 7000C と同じですね。まあ変えたからといってそんな何十メーターも飛びが変わるわけじゃないんですが、気分的にちょっと違うんで、変えてみたい人は変えてみてください。簡単に変えられるんで。8時過ぎにちょっと今竿先が動いたんですが、もしかすると鳥かもしんないですね。あの辺に鳥がいっぱいいるんで。餌を打ち替えようと思います。次は片っぽはボイリーダブルでつけて少しアピールしてみようかなと思います。犬のおやつタイムにしようと思います。
10時になりました。やっと気温もだいたい9度ぐらいまで上がってきました。未だ当たりなしで、もう、今日は夕方までできるんで、頑張りたいと思います。12時過ぎました。まだ当たりなしです。仕掛けでも紹介しようと思います。普段使ってる針は、こっちがソイ針17号、こっちはチヌ針10号ですね。まあ、よく見ないと違いはわかんないと思うんですけど、ソイ針の方が長軸針で少し長いです。どっちがいいかは、まあ、どっちでもいいと思います。で、針の返しは必ず潰してます。潰す理由は、指とか腕とか刺さった時に返しがあると自分じゃ抜けないのと、あと、網なんか引っかかった時に網が破れちゃうんで、返しはもう潰してます。で、仕掛けはもう必ず一本針でやってます。もう20年以上一本針でしかやってないですね。まあ、こんな感じです。2時になりました。餌を打ち替えて、あとはもう帰りまで当たりがなければこのまま待ちたいと思います。
時間が来たので引き上げようと思います。北風も強くなってきたので寒くなってきたのでもう引き上げたいと思います。次はオフ会でもう一応夜釣りもやる予定なので次なんとか釣りたいと思います。